今回ですけども、キットカットゴールド。これですね。購入してみました。なんかちょっと新しそうだったということと、まだ食べたことなかったので、はい。キットカットで応援しよう。上がキャラメル味になっていて、下の方がオリジナル味ということで、チョコレートとキャラメルチョコレートみたいな、そんな感じの味わいなんでしょうか。はい。ちょっと気になったので購入です。 で、裏の方にですね、ゴールドに輝くキットカットで頑張る人を応援しよう。上の方が程よい甘さのキャラメル味。で、下の方がオリジナル、リッチなカカオ感のチョコレート。という風になっているそうです。二つの味が黄金の組み合わせ、サクサク食感のウェハースとの相性ぴったり。ということで、こういう感じのようですね。うん。で、中から出してみるとこんな感じ。こういう具合で。 コールドと赤のこのデザインがいいですね。うん。まあ、最近ですね、車の中でこのキットカット置いといてちょっとですね、一つ食べたりしてるんですけれども少しお腹空すいたときとかちょっと甘いもの欲しいなっていうときにこのサイズ感ですね、一つ食べるのにちょうどいいのもありますし、一つ一つ袋に入っててこう、車の中に置いといても食べやすいのですごく気に入っていて。 最近はキットカットを置いて、車の中に置いといて食べるようにですね、してますね。はい。はい。開けてみるとこんな感じですね。チョコレート。裏にチョコレートで、キャラメルチョコレートでしょうか。ちょっと、食べてみます。うん。香りもですね、結構このキャラメルの感じ、結構しっかりきています。うん。 最初キャラメルの風味がクッときたんですけども少し噛んでいくうちにこのチョコレートのカカオの風味の方がしっかり強くなってきてでその風味落ち着いてくるとまたキャラメルの風味残りで結構感じられながら風味も楽しめるなっていう感じですそこにこのサクサク食感のウェハースあって美味しいですねうんはい少し甘めなので 甘いのの好きな方方にこちらでですすすす。ね、おすすめですもう少しビターの好きな方はあの大人のキットカットとかあっちの方がいいと思いますけどたまにこういう甘いのもいいと思いますのでキャラメル風味あって美味しいので気になったら食べてみてください美味しかったです